ガンダム TR-1 の系譜後編。 TR 計画とは、装備の換装によってあらゆる戦況、局面、環境に対応可能な万能モビルスーツの開発を目的とした、ティターンズによる次世代主力機開発計画のことである。テスト機として開発された TR-1 から TR-5 は、それぞれが新機軸の機構、最先端の新技術を搭載。ティターンズの新型兵器試験部隊、ティターンズテストチーム、通称 T3 部隊によって模擬戦や実戦に投入された後、全ての戦闘データの集大成として設計開発された機体が決戦兵器 TR-6 インレとなる。つまりこの TR 計画自体が TR-6 インレを開発するための計画だったといえる。この動画ではガンダム TR-1 ヘイズルアウスラからの TR-1 シリーズを解説します。これより前の TR-1 シリーズは、同チャンネルの TR-1 の系譜前編をご覧ください。緊急脱出ポッド、プリムローズ。プリムローズは、ヘイズル用に新たに開発された緊急脱出ポッドである。 T3 部隊の隊長、ウェス・マーフィーの乗る初代ヘイズルが、ジオン残党軍の戦闘で大破したことを教訓に、ティターンズのコンペイトー技術本部が RX78 にガンダムなどに採用されていたコアブロックシステムに類似するシステムを開発。それが緊急脱出モビルポッドとも呼ばれるプリムローズであり、コアブロックシステムとの大きな違いは、あくまで脱出機能しか備えていないため、一度機体から分離を行うと自力での合体は不可能となる点にある。しかしグリプス戦役時代、モビルスーツに標準装備された脱出ポッド、イジェクションポッドとは違い、簡易的な自立航行能力を併せ持っているため、パイロットの生還率を飛躍的に高めるとともに、ヘイズル用のオプションパーツを装備することで高い拡張性と波の宇宙戦闘機を凌駕する機体として完成している。機体の左右に搭載されたオプションバインダーは、姿勢制御用のスラスターとしての機能のほか、機能拡張用ジョイントとしての機能も有している。これによってフルドドを装着した支援メカ形態や、シールドブースターを2機装備した第2種兵装、ヘイズル用強化バックパック、トライブースターユニットを装着した第3種兵装、グリプス戦役終盤で実戦投入されたプロトタイプフルドド2とも言うべき第4種兵装など、プリムローズ自体が様々なバリエーションを持つ機体として機能することになるが、これらのバリエーションは本来緊急脱出ポッドとしての役割を担うプリムローズにとって逸脱した運用方法であったものの、技術者たちの探求心によって企画立案され実現に至っている。フルドド2、ヘイズルラーで開発されたフルドドの完成形、 NRX044 試作アッシマー TR3 キハールに実験的に採用された TR 計画の万能時空家と呼ばれるフレーム構造、ドラムフレームが採用されており、これによって大型モビルアーマー級の超重装備を自在に換装運用することを可能にしている。推進機の機能も持つ両肩部のドラムフレームユニットに加えて、コクピットブロックはプリムローズの完成形プリムローズ2、ブーストポッド、サブアームユニットで構成されており、 TR シリーズをはじめとするティターンズ製モビルスーツの汎用強化ユニットとして高い完成度を誇っている。次世代量産型試作機ヘイズルアウスラの誕生。 TR 計画によって誕生したガンダム TR-1 ヘイズルのオプション換装システムによる高い汎用性と運用能力は、グリプス戦役時代に開発された様々なモビルスーツ群をはるかに凌駕する成果を上げたことで、 TR-1 を中心とした次世代量産機化計画が進められることになる。この次世代量産機化計画によって開発されたモビルスーツがRX121にガンダム TR-1 ヘイズルアウスラである。正式な次世代主力機となる TR-6 が完成するまでのつなぎとして開発されたヘイズルアウスラは、ネモカノンのビームカノンによって大破したアドバンスドヘイズルの胴体ユニットをプリムローズへと全換装した機体であり、ティターンズのコンペイトー技術本部では、パーツ換装と増設によってあらゆる戦場に対応可能なこのアウスラを次世代ヘイズルにおけるベーシックモビルスーツとして位置づけている。なお、アドバンスドヘイズルの胴体部をプリムローズに換装した設定というのは、アドバンスオブゼータ・ティターンズの旗のもとにの設定であり、 AOZ リブートの設定解説では、ヘイズル界の胴体部をプリムローズに換装した形態と解説されている。解説サイトによっては、どちらかしか記述されていないことも多いが、総じて言えば
ヘイズル系にプリムローズを換装した形態ということである。モビルスーツの部位の中でも最も重要なユニットとなる胴体部をプリムローズへと全換装したことで、これまでの TR-1 シリーズとは外観、機体性能ともに大きな変化を生み出し、 TR-6 を開発するための試作機として非常に高い完成度を誇っている。そのため実験機にもかかわらず TR-6 の完成が遅延したことも重なり、後に限定的な少数機が生産されている。 RX-121 にガンダム TR-1 ヘイズルアウスラ第一種兵装、ジオン残党軍によって考案された優先誘導によるアームパーツを射出するウインチユニットを参考に開発された開放型バレル方式のウインチキャノンとミサイルポッドを一機装備した標準装備形態。このウインチキャノンは開放型バレルキャノンとも呼ばれ、ユニット基部に採用されたウインチユニットは優先誘導式の機構を持つインコムなどの改装備にあたる機構であり、ビームキャノンのキャノン発射時の使用は RX-93 ニューガンダムに採用された上部と下部が展開し放射するようなフィンファンネルと同じ仕様になっている。 RX-121 にガンダム TR-1 ヘイズルアウスラ第2種兵装、両肩部にミサイルポッドを2機装備し、バックパックにシールドブースターを2機装備した機動力重視形態。アドバンスドヘイズルの発展型ともいえる本機は新型ビームライフルとシールドを装備し、その時代に合わせたバージョンアップが行われている。RX-121 にガンダム TR-1 ヘイズルアウスラ第3種兵装、バックパックをヘイズル2号機に採用されていたトライブースターユニットに換装し、ウインチユニット式の開放型バレルキャノンを2機装備した砲船仕様形態。火力重視ともいえるこの形態は手持ち式火器に実体弾式火器を選択し、ウインチユニットのモノアイセンサーを利用して遠距離帯までをスキャンすることが可能になっている。RX-121 にガンダム TR-1 ヘイズルアウスラ第4種兵装、肩部にギャプラン TR-5 フライルで運用されていたフルドドの完成形フルドド2の肩部ユニット、それ以外の基部はフルドド、中核は試作型のプリムローズという混合装備形態。フルドド 1.5 ともいえる混合形態になった背景には、グリプス戦役終盤において戦局が混乱する中、ヘイズルで後述するファイバー2を運用するために戦場で急遽換装が行われたためである。結果的に本形態が戦況に合わせた臨機応変な対応を可能にする TR シリーズの汎用性の高さを証明してみせている。なお、フルドドの代わりにフルドド2を換装した形態 RX-121 にガンダム TR-1 ヘイズルラー2も存在しており、前述のフルドドとフルドド2が混合した第4種兵装とは違い、TR-1 にフルドド2が完全換装された形態となっている。さらに腰部にフルドド2を追加装備させ、計2機のフルドド2を換装したヘイズルラー2第2形態も存在しており、あらゆる面で性能向上を果たしている。フルドド2と TR シリーズの各素体が合体した形態は総じてラー2形態と呼ばれる。 RX-121 にガンダム TR-1 ヘイズルアウスラフルアーマー形態、この形態は前述の第1種から第3種形態までを同時に装備した仕様であり、ロングブレードライフルに加えて各兵装の長所を合わせ持ったことで遠距離から近距離まで対応可能な形態として仕上がっている。 RX-121 にガンダム TR-1 ヘイズルアウスラスナイパー仕様、ヘイズル海をベースにヘイズルアウスラの肩パーツのみを換装し、頭部に装備された長距離センサーとロングブレードライフルを肩ブラッジに接続することで精密射撃を可能にしたスナイパー形態。精密射撃に不必要なパーツは取り外され、スナイピング任務に特化した仕様になっている。 RX-121 にガンダム TR-1 ヘイズルアウスラギガンティックアーム装備、フルドド2のドラムフレーム部にサイコガンダムタイプの腕部を装着した超重装備形態。 TR-6 の換装パターンを検証する実験形態でもある本機は、重量増加によって機動力は低下するものの、大型アームによる近接格闘戦のパワーと圧倒的な火力を誇っている。この巨大な腕部はマニュピレーターとしての機能は有しておらず、あくまで各指部に内蔵された5連装ビーム砲として機能しており、サイコガンダムに搭載されていたサイコミュシステムは内蔵されていない。両肩部にはウインチキャノンを2機とサブアームユニットで保持可能なロングブレードライフルを装備している。
RX121 にガンダム TR-1 ヘイズルアウスララストシューティングバージョン。グリプス戦役末期、コロニーレーザーをめぐる最終決戦において、カール・松原がエリアルドとガブリエル・ゾラを追跡する際、ヘイズルアウスラにビグウィングキャノンカイト・ファイバー2を装備し出撃した形態。戦場が混乱する中、急増機として完走を果たした形態であり、装備されたビグウィングキャノンカイはビグウィングキャノン2またはハイパーロングレンジビームキャノンとも呼ばれ、 TR-2 ビグウィングで実証試験が行われた最大射程と火力を誇る兵器の一つとされている。さらにギャプラン TR-5 ファイバーの運用データをもとに開発されたファイバー2は進行殲滅兵器システムに分類される長距離進行高火力ユニットであり、決戦兵器 TR-6 インレの上部パーツとしての機能を有している。RX-121-3C ガンダム TR-1 ハイゼンスレイの誕生。 TR 計画の集大成ともいえる TR-6 の完成は TR 計画の終わりを意味したわけではなく、完成した TR-6 からのフィードバックを受けることで、これまでに開発された TR シリーズはさらなる進化を遂げ、第2世代第3世代モビルスーツに匹敵する性能を獲得することになる。それはTR-6 と既存機との優れたパーツの互換性や各機の性能強化という恩恵をもたらし、さらなるバリエーション機の増大を引き起こす結果となる。そのうちの1機が前述のヘイズルアウスラに TR-6 のパーツを組み込んだガンダム TR-1 ハイゼンスレイである。これによってガンダム TR-1 は TR-6 と同じく決戦兵器インレの一部になる機能を獲得し、これまでに行われてきた度重なる改修と各ユニットの全完走は当初の面影を消し去り、ハイスペックともいえるその機体構造はヘイズルがたどり着いた領域として完成している。このハイゼンスレイは TR-6 ウンドウォーと高速戦闘形態の上半身がそのまま完走された形態であり、股間部には TR-6 の上半身がそのままサブアームユニットとして装着され、頭部から胸部両肩部の構造はこれまでのヘイズルとは大きく異なることから、型式番号も RX1213C と変更されるとともに、機体名もヘイズルの名は消去されている。武装はショートバレル式のビームライフルにビームサーベル、シールドブースターとロングブレードライフルが一体化したコンポジットシールドブースター5のブースターポッドに接続されたメガ粒子砲、ボディアーマー内蔵式のハイメガ粒子砲を装備。グリプス戦役での最終決戦に間に合わなかったハイゼンスレイは幻のヘイズルとも呼ばれ、実際にはプランニングのみで運用されることはかなわなかった形態であり、一つの兵器体系として完成するはずだった本機は戦局の悪化によって実戦に投入されることなく終戦を迎えることになる。このハイゼンスレイに巡航用ブースターを装備したハイゼンスレイクルーザー巡航形態も存在している。RX1213C ガンダム TR-1 ハイゼンスレイラー2。ハイゼンスレイにフルドド2のパーツを2機分装着したラー形態。 TR-1 ヘイズルの最終進化形ともいえるハイゼンスレイにさらなる強化を施した戦闘形態であり、 TR-1 シリーズ最強の性能を誇っている。グリプス戦役終結後の火星における戦いを描いた AOZ リブートでは、頭部に引き換気仕様を示すサイコミ操受信用のブレードアンテナサイコブレードが搭載されている。なおラー2という名称ではあるが、この2はフルドド2を意味しており、ラー1形態が存在しているわけではない。 RX1213C ガンダム TR-1 ダンディライアン2。ハイゼンスレイにTR-6 インレの下半身部を装備させた超重装備形態。 TR-4 ダンディライアンの完成形ともいえる本機はダイダロスユニットと呼ばれるミノフスキークラフトを搭載したユニットを装備しており、大気圏内での高い機動性と飛行能力を獲得している。また伸縮機構を備える巨大な大型クローアームによる一撃離脱戦を行う大型モビルアーマーという側面も持ち、後述するファイバー2と同じく進行制圧兵器システムというカテゴリーに属している。このダンディライアン2は NRX055 バウンドドックの後継機として位置づけられている。
RX121-3C ガンダム TR-1 ファイバー2 TR-6 インベの上半身部ファイバー2をヘイズルに装備させた超音速戦闘形態。前述のヘイズルアウスラ、ラストシューティングバージョンと同様の戦闘形態であり、本機は配膳スレイをコアモビルスーツとしている。進行制圧兵器システムというカテゴリーに属する本機は、超音速進行による敵陣への一点突破と圧倒的な火力と搭載された戦闘ユニットキハール2による空間制圧能力によって、敵基地の制圧を目的とした機体として完成している。RX121-3C ガンダム TR-1 インレ。前述のファイバー2が上半身、下半身がダンディライアン2で構成された決戦兵器インレをヘイズルに装備させた戦略兵器形態。全長100メートルを超えるその姿は、モビルスーツやモビルアーマーというカテゴリーを超え、短期で敵陣に侵攻制圧を可能にする弾道兵器というコンセプトで開発されており、核兵器やコロニーレーザーといった戦局そのものに影響を与える戦略兵器というカテゴリーに位置づけられている。その戦闘能力は宇宙世紀 0087 のモビルスーツ群をはるかに凌駕しており、インレがグリプス2攻防戦に投入されていたのであれば、ティターンズの優勢へと戦局は覆っていたとも言われている。RX123 ガンダム TRS ヘイズルフレア。ヘイズルフレアはヘイズルアウスラをベースにガンダムタイプの主力量産機として設計開発が計画され、インレのコアモビルスーツとなる予定だった機体である。次世代量産型主力機として正式採用されるはずであったが、万能化乾燥システムのコンセプトの発展と機種統合計画の特性を有する TR-6 へと仕様変更が行われることになる。そのためTRS ヘイズルフレアの開発は凍結されてしまうが、計画の変更は TR-6 の開発の遅延を招き、暫定的にプロトタイプとなるヘイズルアウスラが生産され、さらにアウスラの簡易型となるバーザムが限定的に生産されるという経緯を持つ。さらに TR-6 の開発よりも先行する形で開発された、地球を宇宙からの外敵を防ぐ門番としての役割を担った機体も存在している。その機体がガンダム TRS エルアライラーであり、素体となる TRS ヘイズルフレアのフレドドに接続される形で、両肩部にはウェポンコンテナ、その下部にはサイコガンダムの腕部と同じサイズのアームユニットを装着し、 RX123 ガンダム TRS ラブスカトルの護衛随伴機として開発された機体である。広範囲を覆うことができるアイフィールドの形成に加えて、装備した実体弾火器による弾幕迎撃、さらにはエルアライラーとラブスカトルは2機で1組のユニットとなるため、エルアライラーが盾、ラブスカトルが攻撃を担当することになるとともに、 TR 型ジェネレーターを搭載しているため大出力を誇ってはいるものの、活動時間は限定されるため、ラブスカトルによる補給を前提としている。右腕部ギガンティックアームには4連装機銃とヒートブレード、左腕部ギガンティックアームには3連ビーム砲に加えて大型ビームサーベルの展開、ウインチユニットも使用可能となる。フロントスカート内部には隠し腕がマウントされており、右肩部ウェポンコンテナに搭載されたバズーカやクラッカーなどを装備可能となるなど、モビルアーマー形態にも変形可能となっている。その圧倒的な大きさと性能は、まさに門番の名にふさわしい仕様に仕上がっており、 TR-1 や TR-5 で実施されたギガンティックアームユニット装備形態はエルアライラーでの実装に向けた試験運用であったといえる。MSA0012 アドバンスオブゼータガンダムトリプルゼータガンダムユニット。グリプス戦役後、アナハイムエレクトロニクス社がエウーゴの拠点の一つであるスターシップダウン、通称 SSD において、エウーゴが接収したヘイズルフレアをゼータ計画に次ぐアドバンスオブゼータ計画の母体として回収した機体がアドバンスオブゼータガンダムトリプルゼータガンダムユニットである。詳しい詳細は未だに明かされていないが、 MSA0012 という型式番号はアナハイム社製のラムダガンダムと同一であり、ラムダガンダムとスペリオルガンダムの設計を取り入れ、ゼータ計画の副産物とも言われている MSA007 ネロとの開発系図も示唆されている。以上、
ガンダム TR-1 の系譜後編を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。